All right, what is going on, everyone, and welcome to another episode of Genshin Impact. We are on episode 8, about to talk to Jean in her area office. Lisa, これの構造分析を頼めるか。で、ちょっと確認するわね。結晶の中に汚れた不純物があるわ。でもこれ以上は。ごめんなさい。今はまだ結論を出せないわ。少し時間をちょうだい。金所エリアで資料を探してくるから。あ、ではリサ、その研究は任せた。ええ、何か進展があったらみんなに知らせるわね。 まあ、あまり古代の文献には期待しないで。それに、いった。結晶の中の不純物に近づくと、痛みが。なるほど。これは、神の目との相互。この汚れの力は、私たちの体内にある元素の力と相殺し合うの。でも、おかしいわ。 あなたも元素の力を使いこなせるのに影響を受けないのね。とにかくこの結晶は可愛い子ちゃんに持っていてもらおうかしら。私たちが持っていても痛みが増すだけですもの。不思議な現象だ。これら君自身の特殊性について。そうだろうと思った。では無理な願いではあるが、 セピロス騎士団の栄誉騎士の爵位と代理団長の感謝の気持ちを受け取ってくれ。 I don't know about that one, fam. That means responsibilities. セピロス騎士団の栄誉騎士? それからこの謎の答えを探すのにもう一度力を貸してほしい。風魔竜の暴走、変わった結晶、 その答えはきっとモンドの平和とも関係があると思う。真実にたどり着けるように、風の加護が君にあらんことを願っている。何か新しい発見があったら。Hey, achievement! Now we gotta loot everything in this room. I still don't really know what these books are for. Like, why do they have a rating? All I can do is read them. Do you get something for collecting all of them, or is it just like cool? Good to know, I guess. Oh, does it actually keep track of the date you completed it? And that's cool. Can we go upstairs yet? Nope. Alrighty, so unexpected encounter. さっき言わなかったことがあるよな。あの時、オイラたちが見たのは竜と結晶の他に。ああ、やっぱり覚えてたんだな。あの緑の野郎。下にいるあの人と同じくらい。 Isn't that the banner for this month? I'm convinced that's him. Midori no yatsu,
いなくなったな。元素資格で手がかりを探そう。The fact that you can do that is very just impressive of itself.消えてるな。What a sneaky individual.僕が話すは古の始まり、神々がまだ大地を歩く時代の物語。天空の竜が空から降り立ち、世界のよろずに好奇を抱く。竜は自ら答えを探し、雑然とした世に目を回す。風の歌い手が琴をつま弾き、天空のライアーがそれに答えた。竜は好奇に駆られし幼子で、過去の苦悩を忘却せしと飛翔しただけ。それは歌に耳を傾け、歌をそらんずる万物に己が心を理解させるために。歌い手と竜は伝説となり、暗黒の時代がやがて始まる。獅子の牙は朽ち、鷹の旗は落ち、一頭の悪竜が門戸に迫る。大聖堂は深紅の影に包まれ、ため息は詩人によって再び歌となった。天空の竜が召喚に応じ、暴風の中悪竜と殺戮に舞う。天空の竜は悪竜の毒血を飲み眠りに落ちる。蘇りし時、知る者は誰一人いない。今の人々はなぜ我を嫌う。天空のライアーは答えず、怒りと悲しみ、命と毒が涙となって竜の目尻から流るる粒となる。歌は沈黙し、腐敗は進み、天空のライアーは話せなくなった。おや、君たちは。ふーん、あの時トワリンを驚かした人たちだ。トワリン？でも
普通の人は風魔竜って呼ばないか？なんで名前を？仲いいのか？さあね。おい、こいつなんか怪しいぞ。こんにちは。たった一度お会いしたことのある異邦人さん。僕は銀融詩人ウェンティさ。もっと正確に言えば、モンド城で一番愛される銀融詩人を3期連続で優勝したウェンティだよ。僕に何かご用かな？オイラたちがわかるならこれ以上説明する必要もないよな。もちろん風魔竜の剣だ。ん？おい、記憶喪失のふりはやめろ。あれを見せるか。おや、これは。あれ、結晶が浄化されてる。いつの間に。これはトワリンが風魔竜が苦しんで流した涙だ。涙。優しい子だったのに今はこんな風に悲しみ、怒りに満ち溢れている。僕も涙の結晶を持ってるんだ。浄化をお願いできるかな？君、本当に不思議な力を持っているんだね。君のような人が銀融詩人の歌に登場させられるのはある種の運命だと思ってくれ。日向にいれば英雄に、日陰にいれば災いに。あ、今は君のために新しい歌を書いている暇ないんだった。たとえトワリンは討伐されずとも、その生命力はすごい勢いで消耗していっている。彼は怒りの中で自分を燃やし尽くそうとしているんだ。涙の結晶を浄化してくれただけでも助かったよ。本当にありがとう。でも今は新しい作戦を思いついたんだ。作戦ってなんだ？竜の涙を見ていたら、ある個人のことを思い出してね。個人？それじゃあお先に失礼するよ。おい、どこ行くんだよ。モンドの英雄の象徴だよ。またね。うん、どう思う？あいつからしたらお前も十分変わってるだろうけどな。それに、うん、あいつの声を知ってるだって。オイラは全然わからなかったけど。Easy teleport. So some of my friends who already wailed on this game, they said Nenti's pretty good. って言ってたよな。おや、来たんだね。そろそろ来る頃かなってそう思ってたんだ。風神バルバトス？あいつならもうモンドから消えたよ。隣のリーユエにいる元神や稲妻にいる雷神はまだいるけど、モンドの人々はもう長いことその神には会ってないんだ。どうして風神のことを？トワリンのせいかい？それは神のことだから。ふん、そういえばみんなは風魔竜をどう思ってるんだい？まあそんなに急いで教えてもらわなくてもいいよ。ここに戻ったのは久しぶりだからさ。それに僕の帰りに不満を抱く者もいるみたい。風が強すぎて目も開け。ああ、あの生き物はそよ風の霊源でしか現れないはずじゃ。あの緑のやつを追ってきたのか。
あいつと風元素の関係はお前よりずっと深いみたいだな。Dude, we got like one hit in. After fighting that the first time, significantly feels like easier. Even though this one is 5 levels higher. Kazamuki の影響を受けるのは龍だけじゃないようだね。そうだ、さっき誰かに龍の過去を教えてもらったって言ってたね。そうだったのかい？リサという人はそういう風に思ってるんだ。そう、ここまで来たのは双方が武力行使をし始めたからさ。でも彼の最初の憎しみは人々が四風守護を祀らなくなったからじゃない。あれは自然に生まれた憎しみなんかじゃないんだ。腐食された後の産物だよ。腐食？心臓に流れ込んだ黒市が彼を苦しめ、何年もの間穏やかに眠れていないんだ。だから今回目覚めた彼の精神がアビスの魔術師の呪いによって腐食してしまった。人ならざる者によって結成されたアビス教団、人類の敵となる組織だよ。彼らのことはよく知らないけど、人間の世界に対して深い悪意を持つことだけは知っている。荒野のヒルチャールも奴らの指揮で動き、奴らの手足となってるんだ。ここに来るまで僕もトワリンと同じ呪いに蝕まれていた。でも今僕たちのいる場所は英雄の象徴、モンドの全ての源だ。木々の隙間から流れる風は心地よく、僕の好きな匂いがする。君と一緒に木陰の下にいると、竜の涙が浄化された時みたいに僕の中にある毒が消えていくんだ。うん、だいぶ良くなったよ。それでお前はどうして毒を？それはまあ、前にトワリンと会話しようとした時に誰かさんに邪魔されてね。そのせいでトワリンの呪いを払うどころか、自分もアビスの毒に蝕まれちゃったんだ。そうだよね。お詫びに僕と一緒にモンドの大聖堂に行ってくれないかい？モンドの大聖堂？何？取りに行くんだ、ライアー天空をね。 Okay, cool. Twenty primo gems, pog. Doggo. Yeah, overall, it's like
I'm having fun with this game so far. Kind of wondering where the point would be. Like, no matter how we put it, it's a gacha game. And I know you could... I've heard you could beat this without spending anything. But I am actually curious to see how far before the difficulty spike happens. それで天空って一体モンドの至宝風神バルバトスがかつて使っていたライヤーだよ。天空のライヤーがあれば僕はトワリンを悪夢から目覚めさせられる。本当にそれで風魔竜の破壊を止められるのか。もちろん僕はこの世界で一番の詩人だからね。過去未来そして今僕の知らない歌はないよ。僕の目を見て。僕のこと頼もしいと思わない？それでどうやって天空のライヤーを手に入れるんだ？大聖堂のとある安全な場所に保管されているって聞いた。まずは下調べだ。もし興味があるなら一緒。 This does not seem like a low level quest.まあ見てて。こんにちはシスターさん。風神のご加護があらんことを。若き実はねモンドの危機を救う方法が分かったんだ。あらそれは風神に感謝しなければならないわね。でもそれは騎士団に報告するべきよ。関係のない修道女に行ってもどうにもならないわ。そんなことないよ。お姉さんの力が必要だから話してるんだ。そう例えば天空のライヤー、あれがあれば僕は風魔竜を。お帰りください。え？あれはとても凶悪な竜ではありますが代理団長様が意を決すれば倒せないこともない相手です。それはダメだよ。そんなことしたら風魔竜が死んじゃうじゃないか。東風を裏切った愚従です。風神様だってあいつを許したりしないはずだわ。お姉さん。ダメなものはダメよ詩人さん。この子にお姉さんって呼ばれるとなんだか不思議とちょっと嬉しいわね。うん仕方ないね。これ以上隠したままにするわけにもいかないか。僕の忠実なる信者よ喜べ。今君の目の前にいるのが風神バルバトス本人なんだ。驚いた？泣きたくなった？使える神様に会えてどう？感動した？他に用がなければ私は戻って仕事をさせてもらいます。うんシスターは振り向かずにそのまま行ってしまったよ。でも予定してた目的はクリアした。少なくとも彼女はこの大聖堂に天空のライヤーがあることを否定しなかった。それで騎士団で話題の新人君、君もやってみないかい？Why do I have to do it? She just saw me walk in with you. It's like the same thing. 風神のご加護があらんことを。ええ、知ってるわ。あの日、あなたはアンバーと一緒にモンドを救ってくれた。どうしてここに？代理団長様から何か頼み事かしら。本当に？あなたのことを疑ってるわけじゃないけど、少し前に怪しい詩人に同じこと言われたから。彼はデタラメを言っていたわ。
アマツさえ自分のことをバルバトスだともね。天空のライアーにはその仕様に決まりがあるの。バドル同祭の期間中だけ使えるのよ。それに貸し出しには団長、主教、それから民衆の代表者の同意とサインされた書類が必要だわ。それで騎士団のサインは？とにかく書類は必須よ。最近は忙しくてね。I have to get the note from Grandmaster. やはり君でもだ。まあ、騎士団のスーパールーキーの実力を見たかっただけだからさ。それにほら、勇者が村に伝わる宝剣を手にする。こんな展開、歌にするにはぴったりじゃないかい？なんか失礼だぞ、吟遊詩人。誤解しないで。これはモンドに対して失望しているんだよ。勇者相手に宝剣をケチるなんてね。さて、ちゃんとした方法で借りるのは無理みたいだから、別の手を使うしかないね。Why don't we just get a signed document? Don't we know people? 自由意志を尊重して、君の意さあ話そう。好きなだけ話すことこそ自由ってものだろ。君最初からそれはないよ。真面目に言うとさ、僕より君の方が向いてると思うんだ。だって僕は歌うこと以外長所と言える長所はないからね。それに僕は一人ぼっち。捕まったら冤罪を晴らしてくれる人もいない。きっと重罪に問われる。泥棒して捕まったなら別に冤罪じゃないだろう。でも君は違う。君はモンドに貢献した騎士団の未来のスターだから。ミスしてもちゃんと説明したらごまかせるかもしれない。 I don't think it works like that. それにここの守衛たちは夜になると帰っちゃうらしいよ。タイミングをちゃんと狙えばミスをしたくてもできないと思うんだ。ミスを前提に考えるな。君はどう思う？確かにそういった気が。だから、おや、それはどうして？こいつの過去に関して機会があったらまた教えるよ。Quickly advance the time of the day. Okay. How long am I supposed to be? At night, 1800 to 6. Why did I gotta do this? Let me just. Yo, I got this. Do we have to play stealthily or can I just run in? There's no way it was that easy. Whew.
plot twist. There are no wind currents. What are you talking about, game? There were no wind currents.This game just baits me. ディルク様、こちらが今週の帳面です。今度の風災、やはり影響が大きい。早く収まるといいですね。オーナー、人が少ないところないかな。2階なら人は少ないが。しかし、君は吟遊詩人だろ。に演奏はまた今度やらせてもらうよ。先に2階に行くね。また後。彼らを見張ってくれ。 You know, you shouldn't say that. あの詩人は怪しい。僕は状況を聞いてくる。誰にですか？モンドの警備員たちにだ。ディルク様、泥棒を見かけませんでした。何があったんだ、こんなに人を出して。ディルク様はご存知ないのですか。泥棒二人が天空のライアーを盗もうとしたんです。ほう、それは珍しい。ええ、天空のライアーは風神様の宝物。これほど貴重な文化財を。金にならないものを盗むバカがいるとはな。うちの酒蔵を狙った方がまだ儲かると思うが。おお、まあ話がそれたな。金髪と緑色の二人はあっちに行ったようだ。かしこまりました。ディルク様、ありがとうございます。We areHella sus right now. 今日はどれにしようかな。カウンターから取った酒を置け。冷たいのでいいかな。そろそろ僕の質問に答えてもらおうか。まずは飲ませてよ。ちゃんと払うからさ、僕の歌で。金の問題ではない。それに君はまだ酒を飲める年ではないだろう。それなら安心して。僕が酒をたしなみ始めたのは君がまだ。ん？この人は誰って顔してるね。こちらはディルック、酒場のオーナーの、そのさらに上のオーナーだ。彼は有名人だよ。ちなみに僕は彼のワイナリーのダンディラ。いつもはグラス売りでしか買えないけどね。衛兵から泥棒の話を聞いた。先に言っておくと、天空のライアーを盗む度胸は気に入った。君たちがバカだとしてもかなり珍しいタイプのバカだ。盗んでない。真犯人は他にいるぞ。こちらは騎士団のスーパールーキーだよ。モンドの聖遺物を盗むなんてありえないよ。スーパールーキー。ああ、君はあの吟遊詩人と仲がいいのか。ふん、旅人の君がモンドの危機を救ってくれたとは。君のような人材が騎士団に入るなどもったいない。セピロス騎士団は風魔竜の剣に関してずっと臆病で、それでいて効率も悪い。外交面もファドゥイに対して弱い上に保守的だ。
いい、この話はしたくないんだ。リルックはセピロス騎士団が好きじゃないみたいだね。目指す道が違うだけだ。モンドに対して僕は僕なりの期待を持っている。それで質問に答えてもらおう。なぜ天空のライヤーを盗もうとした？本当に知りたいの？騎士団関連のトラブルに巻き込まれるかもしれないよ。トラブルは怖くないさ。僕自身がその騎士団にとってトラブルの種だからね。じゃあ真実の物語を演奏したら信じてくれる？状況次第で判断する。じゃあ演奏のお題はくれるかい？報酬はゴモラから天空のライヤー、君の物語次第だ。いいね、もう一曲追加しようか。先ほどの叙事詩は一体これは？重大な秘密のはずだ。なぜ僕に見せた？なぜだろうね。うん、風向きが変わろうとしてるからだろうね。どうかなリルック？面白い。少し時間をくれ、情報をまとめよう。異邦人、君は騎士団の肩書きがあるから疑われていない。指名手配には金髪としか書かれていないから、衛兵は君のところに来ないはずだ。 That is like, I don't know, man. If they just like, it's a blonde and you're blonde, that literally cuts out like half the population. Just throwing that out there. Dye your hair, it's fine. しかし、銀遊詩人、君は酒場から出ない方がいい。それなら問題ないさ。僕は酒場が大好きだからね。では夜、酒場の営業が終わった後、ここで合流しよう。How is he not suspect when they were just like, okay, so the target is blonde. He's not even blonde, but he's still a suspect. I don't even understand. What the heck?I've almost at 1600. Once we do that, we can get a 10 pull. I don't think I really want the limited, though. I'd rather pull on standard, at least until I get something. But anyway, gonna split my recording real quick, and I'll see you guys in a second.